最近話題になってるニュースがあって、吉野家の話知ってる人いる？はい。何が吉野家のニュースかと言いますと、吉野家の取締役の伊藤さんという方がいるんですけれども、まあ、マーケティング部門担当されてる方なんですね。でその方が早稲田大学で授業を持ってたんですよ、マーケティング論っていうので。でその吉野家のその取締役のマーケティング論の授業の中で、早稲田大学の講義でこういう発言があったんですね。吉野家広めていくために何が大事かっていうと、田舎から出てきた若い生娘たち、若い生娘、わかります？簡単に言ったら、まあ世の中に汚れてない、そういった赤に染まってない女性たちをしゃぶ漬けにするかのごとく牛丼を食わせる必要があるっていう発言があったんですね。しゃぶ漬けってわかります皆さん？まるで麻薬を食べさせるがごとく、もうしゃぶ漬けにするがごとく牛丼を食わせる必要がある、これが吉野家のマーケティング戦略ですっていう発言があったんですよ。でそれを授業を受けてる早稲田大学の学生が、こいつそんなつもりで吉野家食わせてんのっていうことで、ツイッターか何かに上げて、それがもうむっちゃ拡散されて大炎上したんですね。でその取締役の方はクビになりましたっていうことが、先日ちょっと話題になってるんですよね。でそんな考え方で物を売るってどういうことやみたいなことを言うんですけど、ただね、その発言は確かに問題ですよ。もうしゃぶ漬けとかっていうなんか表現もあかんし、田舎から出てきた生娘をみたいな表現もいけないんですけれども、ただ世の中にそれを持ってる人はたくさんいるし、それに近しいものってむちゃくちゃたくさんあるんですよね。しゃぶって忘れません麻薬ですよね。で何にも右も左も知らないうちに、最初にこの麻薬の気持ちよさっていうのを覚えてしまったら、それが手放せないようになると。そんな感じで吉野家売っていく必要があるってことを言ったわけなんですね。でも他にも手放せなくなるような気持ちいいものっていうのは世の中に溢れ返っていて、マーケティングを仕掛ける側っていうのはそういうこと考えてるんですよね。さてみんなが考えるしゃぶに近いものって何があると思います？例えばそういうもの、スマホ、そうですよね。スマホゲーム、例えばありますよね。あれ、しゃぶみたいなもんですよ。みんなもこの中で、スマホゲームで課金したことある人、ない人いると思う。課金ってもやりだしたら止まんないんですよね。まあ、止まる人もいますよ。でも、止まんない人います。中でね。僕の知り合いの経営者の方とかでも、もうスマホゲームの課金、えげつない人います。ね、経営者やっててお金持ちなんで、もうまさにもう湯水のように課金していくわけですよね。何十万とか何百万使ってる人います。それでもね、最強になれないんですよ、スマホゲームのその世界の中でね。いくら課金しても何ぼやってもなんか最強になれないっていうね。ガチャどんだけ引いても、どんだけ強いカード出ても最強になれないっていうふうにして言ってましたけども、まさにしゃぶ漬け状態なわけなんですよね。それは自分も YouTube やってて思うんですけれども、やっぱ時間の奪い合いなんですよね、 YouTuber たちの間ではね。いかにもう視聴者の方でも限られてるわけです。飽和状態なんです、 YouTube でもね、こうやって見てる方っていうのはね。でも今日動画見ようかなっていうことを、いろんなお気に入りだとかおすすめ動画の中からこう選ぶわけなんですよね。で正直刺激的なタイトルつけた方が見られないに決まってるんですよ、 YouTube ってね。本質的な、なんでしょう、宗教とか思想とか文学とか哲学とか、そういうですよね。あ、これ本当に生きるために役立つんだろうな、みたいな。もしくは、これって本当に勉強になるんだろうな、っていうようなことを、固い内容をつけてタイトルやっても、受けません。自分の専門領域で、例えば、神道のね、教えとかあります。あ、こういうこと知ってもらったらいいな、みたいな。神道の教えっていう動画誰も見ないんですよ。誰も興味ないんですよ。自分の専門分野で老子の教えってのがあります。で老子の教えとかっていうものをタイトルにポンとつけてもあんま見られないわけなんですよ ね。それよりも朝倉未来さんの動画でなんかヤンキー10人に絡まれてボコってみたいなやつの方が見ちゃうわけなんですよね。気持ちわかります。僕も見ちゃう時あるんでね、それはね。でも世の中そういったものでかなり溢れ返っているということなんですね。でね、現実逃避をするかのようにそういった刺激が強いものっていうのを見て、この世の生きづらさをごまかすということがあるんですけれども、みんなにね、質問というか聞きたいことというか思うことでね、聞きたいんですけども、
生きづらいって感じたことある人多いと思うんですよね。生きづらい。で、多分、いや、そんなことないっすよ、みたいな。この日本とか、この社会とか学校って超生きやすかったっすよ、俺っていう人は、多分運が良かった。多分、たまたま運が良かった。もしくは、ちょっと変わってるか。もしくは、すげえ鈍感か。なんか、多分そのぐらいなのかなと思います。ね。この3つぐらいなのかなって。学校とか、この世の中って基本的には生きにくいんですよね。うん。で、まあ、はっきり言うと、生きにくい時代になってきてるのかなっていうのは思います。もちろん生きやすく生きてる人たちもいますけどね。そういう人たちの共通点とかっていうのも話しようと思います。ね。生きづらいわけなんですよ。ね。学校も生きづらいと思います。で、なんでかっていうと、やっぱり、その、なんで生きづらいかっていうと、その、生きやすいって何かっていうと、こっち向かったらいいんだよっていう風にして示してくれて、ルートがはっきりしてれば生きやすいですよね。でも、今、こっち向かったらいいんだよってことを示してくれる学校の先生とか大人もいなければ、そして、社会全体の方向性がバラバラだから、これどうやって生きたらいいのみたいな状態になってるっていうのが、今、現在なんですよね。だから、なんか学校って行きづらいなとか、大学行っても行きづらいんじゃないのかなとか、働いてからも行きづらいんじゃないのかなって感じてるみんなは正解なんですよ、これは。ね。で、それ間違ってない、その感覚っていうのは。でもそんな行きづらい世の中っていうのをどう生きていくのかってことなんですね。で、大事なことはね、しゃぶ漬けでごまかすんじゃなくて、ちゃんとこの現実に向き合うっていうことなんですよ。ね。この世の中は行きやすい。人間関係もめんどくさい。学校も仕事もめんどくさい時はある。でも、そんな生きづらい世の中をどうよりよく生きていくのかっていうこと。で、実は、世の中でたくさんある漫画とかアニメーションとかもちょっとしゃぶ漬けみたいなものはあります。言い方悪いけどね。現実逃避になっちゃうような漫画とかアニメーションもあります。でも、いい小説とか、いい漫画とか、いいアニメーションっていうのはそんな生きづらい世の中をよりよく生きさせてくれるための知恵なんですよ。自分が神社チャンネルとか YouTube とか講演会とかで伝えていきたいのも、この生きづらい世の中をどうやってよりよく、より楽しく、より幸せに生きていくことができるのかっていうことを伝えたいなっていうふうにして思いながら日々喋ってます。この大学受験塾ミスターステップアップに入って勉強する。大学に行く。多分大学行ったら、やっべ生きづらいって多分ちょっと思うとき、むちゃむちゃ思うときもあるんだと思うんですよね。でも、この塾で1年間学ぶことによって、こうやって大逆転の会だとか、まあ、スタッフと話したりだとか、この大学受験を通じて、よりよく生きるための知恵っていうものを学んでいってほしいなっていうふうにして思うわけなんです。でね、僕自身も生きづらいなって思ってました。みんなぐらいの年齢の時にね、高校生ぐらいの時に思ってた方です。で、なんで生きづらいって思うかっていうと、まあ、自分の場合、医学の家系です。医者さんの家系です。まあ、親戚とか家族とか、みんなこの医学の家系に生まれ育って、自分もそういう道を歩むんだろうなっていうふうにして思ってたんですね。てか、それ以外の答えは知らないんですよ。ね。だってそれ以外の大人と出会ったことはないから、学校の先生か親ぐらいですよ。会ったことはね。みんなも多分そうだと思います。普通に生きてりゃ、この社会っていうのは、学校の先生か親かしか出会わないから、大人のサンプルと触れる機会ってのは少ないんですよね。もしくは YouTube とかテレビとか。まあでも YouTube は大きいかもしれないね。いろんな働き方をしてる大人たちのサンプルって YouTube 上に結構今載ってますからね。うん。まあそれは、ちょっと話それるかもしれませんけど、僕の時代とか YouTube もとかないから、もうテレビで見る芸能人か学校の先生か、もう親かしかサンプルがないわけなんですよ。どう生きたらいいのっていうので。うん。でも、自分が、よっしゃ、もうむっちゃ医者になることが、なんか幸せになるんだなっていうことが見えてたら、いいんですけども、ほんまにそうなのかなってあるじゃないですか。で、これ、医学部行って、お医者さんになって俺幸せになるのかなって。で、そこに対して迷いとか葛藤があったら、生きにくいですよね。迷い葛藤あったんですよ、僕はね。で、そんな迷い葛藤を抱えながらも、それ以外の答えを知らないから、お医者さんになるしかないんかなとか思いながら、悶々と生きてた。でそんな時にたまたま母上に連れてこられて、この大学受験塾ミスターステップアップに出会ったわけなんですね。でそこで南極老人、北極老人と出会って、いろんな教えとか思想とか考え方とか、世の中ってこうなってるんだよっていうことを学んでいくことになるんですけども、生きづらいって言いました。僕も生きづらかった。でみんなも生きづらいさを抱えてるかもしれない。でもぶっちゃけね、歴史ずっと遡ってみて、大体人類って生きづらいですよね。
大体ジヌって行きづらいんですよ。で、多分、行きやすい時代もあるんですね。でも、行きやすい時代ってどういう時代かっていうと、もう縄文時代とか。縄文時代は命の危険はあります。でもね、例えば、死ぬこと怖くなかった可能性ありますよね。死んでもまた自然に帰るだけって思ってると、死ぬこと怖くないですよね。別に、周りみんないい人で、周りみんな幸せやったら幸せですよね。で、縄文時代ってそういう時代だった可能性ってあるんですよね。だって戦争してないですもん、縄文時代って。身分とか貧富の差もそんなにないですもん、縄文時代って。だから、縄文時代とかはすげえ生きやすかった可能性あります。でも世界でも縄文に近い文化とか時代ってのがあって、インディアンとかね、アボリジニーとかね、ケルト民族とかね、アマゾンのなんか原住民とかね。で、そういった人たちっていうのは、争いを好まない。みんないい人、みんな幸せ。で、そういう社会が形成されてる場合、大体その、なんでしょうね。まあみんな生きやすいのかもしれません。でも、やっぱ人類ってずっとそうじゃいられないわけなんですよ。で、何かっていうとね、狩猟民族。ね、山になんか野菜取ってくるわとか、山にイノシシ飼ってくるわとかっていう時っていうのは、別に貧富の差生じにくいんですけども、農耕になった時から、土地の奪い合いだとか、どれだけなんか食料保管できるだとか、もしくは、農耕で人を使う側と使われる側とかに分かって、分かれていくわけなんですよね。ほんならどうなるかっていうと、身分の差とかができてくるわけですよ。領土の奪い合いとか起きるようになります。で、戦争とかするようになっていくわけなんですよね。ね。で、そうやって、その人類っていうのは、いろいろまあ、なんでしょうね、争いとかを繰り返してきたっていうのはあるんですけれども、でね、そうやってなんか身分の差みたいなできてくるわけですよ。戦争とか起きるわけなんですね。で、その時に、身分の差とかできるようになって、これっておかしくねっていうことを言い出す人たちが現れたわけですよ。身分の差っておかしいでしょって、人間ってそうじゃないでしょっていうことを言い出す人たちがあるんです。それがね、イエス・キリストとかお釈迦様なんですよ。ね。お釈迦様の生きた時代、当時、インドでは、カースト制度。もう身分の差がもうやばいぐらい明確な社会なわけなんですね。もう奴隷は奴隷なんですよ。王は王なんです。ね。使う側、使われる側ってのもはっきりしてて、もう奴隷の苦しみっていうのも抜けることができない。じゃあどうやったら抜けることができるのかっていうことを、お釈迦様は現れる人たち、目の前にいる人たちに説いたわけなんですね。幸せってこういうことなんだよって。ね。こうやったら苦しみから抜けることができるよっていうことを、当時カースト、身分階級がもう激しくて、生きづらくて、もう身分階級下の方で生きづらくて、もう苦しんでる人たちに対して、こうやったらいいよってことを説いたわけですね。それが仏教っていう形で残ったんですよ。キリストもそうです。ね。当時、ユダヤ教っていうパリサイ派、サドカイ派とかっていう風にして、もう身分階級かなり発見してるわけなんですね。で、身分階級のこの上の方の人たちが作ったルールとかでもガンジガラメになってるわけなんですよ。ルール制約で。学校という社会のいる教科版みたいな社会です。もうガチガチの無ルール社会なわけなんですね。あれやったらこれやったらあかんみたいな。もう日曜日絶対働いたらあかんみたいな。ね。家が雨漏りしてても日曜日絶対働くなみたいな。ね。もう目の前で人死にかけてても日曜日絶対働くなみたいな。もう極端に言うともそれぐらいの思想なわけなんですよ。ルールやから絶対守れみたいな。でも、イエス・キリストというわけですよね。いや、目の前で人苦しんでたら救わなダメでしょって。家を雨漏りしてたら日曜関係なく働いた方がいいでしょって。ね。っていうか、支配者っておかしくねって。ね。世の中動かしてる人間っておかしくねって。ね。っていうことをずっと言ってるから、イエス・キリストは支配してる人たちに目つけられて、ちょっとイエス・キリストって危険思想だぞって。むちゃむちゃ影響力あってすげえ持ってたんですよね。イエス・キリスト、講演会。今、講演会とかセミナーっていう形でやってますけども、今、イエス・キリストがある丘で喋る。何人集まったかっていうと、1万人ぐらい集まったっていう伝説があるんですね。すごくないですか ?1 万人。マイクないですよ、当時ね。地声で1万人バーンって喋ったっていうね。三条の水君と言いまして、喋ったっていう伝説があります。まあ、ほんまに1万人来たのかどうかわかりませんけど、何千人に向けて喋って声取る力ってあったと思います。ねえ。ホールとか、こういった閉じた部屋の中で何千人とか喋るっていうのは別にできますけども、何もない丘というか、吹き抜けのところで何万人とか何千人とか喋るのって至難の業ですよ。むちゃむちゃ声でかかったと思います。でしかも、おもろかったと思います、話。おもんなかったら多分受けないです。多分むちゃむちゃ面白かったから受けたわけですね。お釈迦さんもそうなんです。話むちゃむちゃおもろかったと思うんですよ。で、そうやって、みんなさ、生きにくいかもしれないけどさ、こうやったら生きやすくなるよっていうことを説いたのが、イエス・キリストとかお釈迦様っていう人たちがいて、残ったわけなんですよね。
で、それはね、日本でもそうで、例えば最澄さん、空海さんという方たちがあります。で、今、ね、日本全国各地にお寺ってありますけども、日本全国各地にあるお寺の一つの始まりであったりっていうのは、もう最澄空海。まあ、聖徳太子からも始まってますけども、聖徳太子っていうのを経て、そこから最澄空海から始まっていろんなお坊さんたちが現れて、日本仏教って作られてます。でも、最澄空海。なぜ彼らの思想が残ったかっていうと、やっぱり当時の日本人も生きにくかったんですよね。で、こうなったら生きやすくなるよっていうことを説いたわけです。でね、宗教ってね、そういう意味では、まあ、悪いもんじゃないんですよね。だってこの世って生きにくいじゃんって。だから、こうなったら生きやすくなるよっていう知恵を先人たちは残してくれるわけですよ。で、日本でなんか僕特定の宗教を信じてますとかっていうと、あいつも宗教やっぺみたいな感じになりますよ。でも、世界水準で見たら無宗教の方が、こいつやっぺってなるんですよ。ね。何も信じてないの、あなたって。何の思想も考え方もベースにない人間って思われるわけですね。だから、世界水準で見ると、キリスト教とか、イスラム教とか、仏教とか、ユダヤ教って別に当たり前なんですね、これは。無宗教の方がやばい人間です。これは。ね、でも日本人は、第二次世界大戦の時に GHQ に占領されて、もともとまあ、神道の国ではあったんですけれども、もう神道とこの教育っていうものを切り離して、もう思想をみんな自由でいいよってやったんですね。で、まあ、そこからいろんな思想をみんな持つようになったわけなんですけども、僕が子供の時にオウム真理教っていう事件があって、もう宗教イコールも全部やばいみたいな風になっちゃったわけなんですよ。ね。でも、宗教とは一体なぜあるかっていうと、この生きづらい世の中を生きやすくさせてくれるためのヒントっていうのを、釈迦とか、キリストとか、老子とか、孔子とか、いろんな人たちが残してくれてるわけですね。だから、僕はね、大学行ったら、いろんな宗教思想を学んだらいいと思うってことを言ってます。で、その中で、みんなに合うやつとか、もしくはヒントになるやつっていう言葉とかって絶対あるからって。ね。そういう話させてもらってるんですけども、話戻しますね。僕も生きにくいって思ってました。だって、お医者さんになって幸せになるかどうかわからないし。そして、なれるかどうかもそもそもわかんないし。ってことやったんですね。でね、そんな悶々と抱えてる時に南極老人と出会ったんですね。でね、僕まあ大学受験塾見せたんです。あんま勉強する気なかったんですけども、塾入りました。でもね、塾ずっと通ってたんですね。で、なんで通ってたかっていうと、もちろん勉強もまあしてたのかな、してないのかな、まあしてない時も結構あったかもしれませんけれども、まあでも、なんでこう塾通うのが好きだったかっていうと、南極老人からいろんな話を聞くのが好きだったんですよ。まあこういう感じでね、まあ、当時塾生少なかったんで、こんな感じで別に南極老人も話はされてませんけれども、まあ、この大逆転の回だとか、そういうことで伝えられてるんだなって聞いてたわけなんですね。で、何をね、教わったのかっていうと、世の中ってこうなってるよってことなんですよ。ね。で、世の中ってこうなんだよっていうことって、実は学校で教えてくれないんですよ。学校で教えてくれるのは、勉強の各科目とかの、こうやったらいいよっていう知識の教育で、世の中の仕組みだとか、もしくは、なんか会社ってこうやって成り立ってるよとか、働くってこういうことなんだよだとかっていうことって、学校教育で全然教わらないわけなんですね。もっと教わるようになってった方がいいのかもしれません。お金稼ぐってこういうことなんだよとか、会社経営するってこういうことなんだよとか、もしくは政治ってこうなんだよだとかっていうことって、ちゃんと学ばないといけないわけなんですね。そう。世の中の全体像、仕組みっていうものを教えてくれるもの。で、こういった学問って実は、これも戦後 GHQ、禁止されたわけなんですよ。ね。例えばね、今、ウクライナとロシアの問題があったりする。で、この時に、どうやって国守るのってことってちゃんと考えないといけないんですけども、考えるベースがないんですよ、日本人に。で、なんでかっていうとね、日本の、その大学の教育機関とかの中では、軍事学っていうものがないんですよ、これは。ね。で、なんでかっていうと、軍事に関わるもの、日本がなんか戦争する可能性があるようなものっていうものは、戦後の教育の中で全部禁止されたわけなんですね、これは。全部禁止されました。だから、国こうやってなんかね、いつロシアが攻めてくるかわからない。いつ中国攻めてくるかわからないっていう状況下でも、どうやって守っていいかっていう軍事学っていう学問の基本がないわけなんですよ。これも戦後 GHQ によって禁止されたものです。ね、地政学とかもそうです。もうそうやって禁止された学問、全体像を学ぶ学問とかっていうものは、でも結構禁止されてるのはあるんですね。でも軍事に応用されるものなんてむちゃむちゃあるんですけどね。インターネットとかパソコンとかそうでしょ。もう今かなり密接に関わってますよ。だから、どこまで軍事でね、なんかどっからそうじゃないのかっていう区別なんていうものは、非常にあやふやなんですけれども、いわば、そうやって全体像を教わることはないってことなんですね。
でね、何事も全体像を知るってことって結構重要です。全体像を知るってね、英語って全体像こうなんだよとかね、科学って全体像こうなんだよとかね、倫理って全体像こうなんだよとか、数学って全体像こうなんだよって。で、全体像を教わることないまんま、前からですよね、教科書的に、はい、三角関数やりますみたいな、次何やりますみたいな。でも数学には数学の全体像があるわけですよ。ね。英語には英語の全体像があるし、科学には科学の全体像がある。で、そうやって、一回、世の中の全体像だとか、学問の全体像だとか、なんかそういうことってね、知るってこと大事なんですけど、それはね、大学受験塾ミスターステップアップの講師陣ですよね。勉強計画って立てると思うんですけども、最初に全体像これあったらいいんだよって。で、全体像これがあって、そして、5月中にこれやろうとかね、6月中にこれやろうっていう風にして、全体像から発想してやるって考え方ってむちゃくちゃ重要なんですね。でも、学校で基本前からなんで、そういうことやらないっていうことなんです。で、僕がね、南極老人から教わったことっていうのは、世の中の全体像でした。社会ってどうやって動いてんのって。政治ってどうやって動いてんのって。世界ってどうやって動いてんの、もっと言うと宇宙ってどうやって動いてんの、人の心ってどうやって動いてるのっていうことなんですね。で、そういうことを教わっていく流れの中で、ああ、なるほどって、なんとなくこう見えてきたものもあったわけです。でね、南極老人からずっと話を聞くうちに、僕は高校生の時から思うようになったわけですね。生きづらいんだなって世の中って。でも、南極老人とね、話していく中で分かったこと、教わったこと、気づいたことって何かって言ったら、これは、生きづらいな、生きづらいなって嘆いてんじゃなくて、生きづらい世の中変えてかなあかんねんなって思うようになったんですよ、自分は。ね。生きづらい世の中変えてかなあかんねんなって。そして、生きづらい生きづらいって嘆いてんじゃなくて、生きづらい世の中を生きやすくするのは自分自身やねんなって。思うようになったんですよ。ね。これは、もうお釈迦様であれ、キリストであれ、最澄であれ、空海であれ、もうそういうこと言ってるんですよ。生きづらいって嘆いてんじゃねえよって。生きやすくさせんのって自分次第なんだぜって。ね。僕、今週末、メインの講座やって、今年最長空間の思想っていうので掘り下げて伝えようと思ってるんですけども、比叡山延暦寺っていうのを開いた最長さんってお坊さんいます。で、日本の歴史上のお坊さんで、例えば、日蓮さんとか、法然さんとか、親鸞さんとか、一辺さんとか、いろんなお坊さんいますね。ほとんどのお坊さんは比叡山出身です。もうほぼほぼ歴史に登場するお坊さんは全員比叡山出身です。で、その比叡山延暦寺作ったのは最澄さんですね。で、最澄さんってすごいんですよ。まあ、空海さんの方が人気ありますけども、人が育つ場を作ったのは最澄さんの本です。でね、最澄さんの教え思想にこういうものがある。超一遇。まあもうちょっと分かりやすく言うと、一遇を照らすって言います。これ一遇を照らす。でね、これどの言葉で出てくるかっていうと、最澄さんが比叡山延暦寺天皇に上奏文を出すんですね。自分はこういうつもりで比叡山延暦寺やっていこうと思うっていう天皇陛下に対して上奏文を献上するんですよ。で、その中に出てきます。でね、どういう文脈で出てくるかっていうと、国の宝とは何か、国宝とは何か、それってね、金銀財宝じゃないって言ったんですよ。金じゃねえよって言ったんですよ。でね、話ちょっと戻っちゃうけど、今宗教とかね、なんか言うやつやばいやつって言いますけどね、宗教信じてないやつって何信じてるかっていうとね、もうみんなね、金を神って思ってるんですよ。こんなで成功するのが神って思ってるわけなんですね。でも、ほんまに金って神なんてことなんですよ。で、僕らの世代とみんなの世代の大きな違いっていうのは何かっていうとね、あんな儲けることに興味ない人多いんですよ。みんなぐらいの世代の方が。いや、そうじゃないですよ。俺むちゃむちゃ儲けたいっすよって。まあ、それ、そんで OK ですよ。全然ね。それはそれでいいと思う。そういうモチベーションで勉強してもいいと思う。でも、なんか儲けたからって幸せにならんよなってなんかどっか思ってるんですね。みんなぐらい。僕らぐらいの世代で大学受験塾とか頑張ってるやつっていうのは、なんかね、いい会社入って、勉強できるようになって、たくさん収入得て、なんか出世しながらとか、会社起こして起業して、たくさん稼ぐのが、なんか人生いいんだっていうふうにして思ってる人間多いんですね、僕ぐらいの世代だとね。なんでか、僕昭和生まれだからです。昭和ってまだ日本が豊かになってた時だから。で、豊かになることがいいことであり、
あの勝利の条件だったから、そういうふうに僕は育ってるんですね。あ、僕はそう思ってないですよ。でも僕らぐらいの世代はそういう価値観の方多い。でもみんな平成生まれですよね。平成生まれのみんなって日本が豊かじゃない時代に育ってるんですよ。あんまり豊かじゃないって思ってるんですよ、日本って。まあそれなりに豊かかもしれませんよ。アフリカとかね、なんか東南アジアとかに比べたら豊かかもしれません。東南アジアでも一部の地域は日本より上ですよ、もうね。豊かさっていう観点では、あの日本ってなんかあんま豊かじゃないし、で豊かになったからといってなんか幸せになるのみたいな、どっか思ってるわけですよね。まあ、それはそれで世代的なもんです。これは何がいいとかないわけなんですね。でもなんか本当の幸せって何なのっていうこと、それはお金じゃないよねって思ってるからこそ、例えば僕らの世代くらいだったら職場を探すときによりもお給料が偉いいいとことか、なんかスキルが磨けるとこってね選びます、僕らぐらいの世代だとね、就職活動の時ね。でもみんなぐらいの世代の子供たちが、若者たちが就職活動するときにどういうとこ選ぶかっていうと、人間関係がいいところとか、なんかみんな仲いいとことか選ぶわけなんですね。ね。これはなんか何が正解っていうのはなくて、なんかそういうふうな世代の違いっていうのはあると思います。話戻すよ。最長言ったわけですよ。国の宝って何なのって、金じゃねえよって言ったんですよ。金銀財宝じゃねえよって言ったわけですね。じゃあ国の宝って何かって、日本にとって最大の宝って何かって言ったら、一隅を照らす人だって言ったんですよ。一隅って何かって言ったら、簡単に言うと目の前を明るく照らすことができる人が日本にとっての最大の宝だって最澄さんは言ったんですよ。つまりね、生きづらいな生きづらいなって嘆いてんじゃなくて、明るく照らして生きやすい世の中作っていくこうぜってこと、そういう人が国の宝なんだよってことを斉藤さんは言ったわけですね。自分ね、南極老人と出会っていろんな話聞くのが楽しくて、そして南極老人からなんか料理作ってもらったりとか、コーヒー入れてもらったりとか、まあ、いろいろ喋ってもらったりとかね、映画見たりとか、もうそれこそ今大学受験塾でミスターステップアップでやってるようなことを昔からやってました。でその中でね、思うようになったんですよ。あ、なんか俺も世のため人のため生きてえなってね。だから僕、大学受験ミスターステップアップ、みんなみたいに一人一人自習机与えられて勉強してました。だから僕の机の前には世のため人のためって書いてたんですね。世のため人のためってむっちゃ思ってる時に書いた方がいいです、ね、僕世のため人のためって書いて、なんか字汚いなと思って消しちゃったんですね。でもっと綺麗に書こうと思ってね、世のため人のためってでバンと入ったんですけどね、南極老人にそれあかんって言われました。気持ち乗ってる時に書いた方がいいんですよ、こういうのってね。字汚くてもね、あ、綺麗に書かなあかんなって思って綺麗に書こうとすると気持ち冷めてるんですよ。だからむっちゃもう大逆転の回であったりだとか、村田先生、柏村先生とかヨナタンとか、まあ、ゆばちゃんとかなんかいい話聞いてむっちゃ熱く燃えてる時にこういう言葉書いてね、バンと机に貼っておくと、その時の気持ちが乗っかってるから、それみたいなモチベーション上がるんですね。ね、世のため人のためっていう風にして僕書いてやってました。多分ね、南極老人に一隅を照らしてもらったわけなんですよ、僕はね。その一隅を照らしてもらったっていうのは、食事であったり、会話であったり、いろんなものを通じて、なんか光をもらった。温かみをもらった。だから、自分その分だけ、なんか伝えていこうっていうふうにして、思うようになったわけです。ね。話、何度も言いますけども、生きづらいです。で、しかも、はっきり言う。真面目に生きようとするほど、真剣に生きようとするほど、目の前の人より良くなってもらおうとすればするほど裏切られることもあります。思いよりいかないこともあります。頑張っても報われないこともありますね。私の友人とかでこの社会に対して今戦ってる友達たくさんいますね。私 YouTube やってていろいろですよね、出演いただいてる方っていうのは基本的に日本より良くなってほしいなと思って戦ってるような方たち多いです。でもね、もうね、大変なんですよ、戦うのってね。今回も、政府のコロナ対策おかしいとかっていうことを提言されてる方います。言うこと聞いてくれないんですよ。なんでかっていうと、本当に国民のことを考えてる政治家なんて少ないからなんですよ。ね。政治とかどうせ自分の人生とか良くしてくれないよねって思ってる人多いかもしれませんけど、事実です、それは。ね。本当に国民のことを考えてる政治家少ないし、かもってると自分が当選することがやっぱり優先なんですよね。だからもう政策は無難になるし。ね、そういう世の中です。もう実際裏からそういう話聞いてます。ね。そんな世の中でね、いや、ちょっともうこうやった方が絶対国民のためになるよとか思っても弾き返されるわけなんですよ。ね。
もしくは誰かのためにこう尽くしたけども伝わらなかったとかっていうこともあります。でもそれでもですよね、自分の心の灯火っていうのを絶やさずに挑んでいってほしいなって思いますね。生きづらいんですけども、ただ生きやすくするための知恵とかヒントはむっちゃあります。それはみんなこの大学受験塾ミスターステップアップで1年間勉強する中で学ぶことできるし、また大学行ってからも YouTube で僕もいろんな発信やってますよ。僕の仲間たちがいろんな発信やってます。そういうの参考にしてくださいね。ユニア塾でもいろんな活動やってます。そういう中で生きやすくするにはこうしたらいいよっていうね、自分の心の炎を絶やさずに、自分の中に光を絶やさずに、目の前の人も照らしていくような人生って絶対歩むことができるね。で、そんな人がこの大学受験塾ミスターステップアップで一人でも多く現れたら、なんか世の中ちょっと変わっていくんじゃないのかなって思います。僕はあの YouTube やってて、一回動画上げると1万人とか見てくださいますね。多かったら10万人とか見てくださいます。でもね、10万人じゃ足りないですよ。全然足りないです。10万人ごとき、10万人ごときってもう言い方悪い10万人ぐらいで変わんないです。何にも。それこそ100万人とか200万人とか、もうね、あの何百万人っていう方たちが、本当に一隅を照らすようなことをしていかないと日本って良くならないと思います。で、正直みんながこれから生きていく何十年間っていうのは、日本にとっても世界にとっても大きな変わり目です。間違いなく変わり目です、これはね。大激変化です。コロナでも変わりました。でもちょっとですよ、コロナでちょっと変わってるなんていうのは。もっと変わります、これから。これから多分10年の変化もっと大きいと思いますね。で、序の口だと思います、まだこのコロナっていうのは。で、これから10年とか20年かけて、それこそ今までの時代の仕組みとか流れってのは変わっていく。で、より方向性が見えない時代になっていくわけなんですね。どこ向かったらいいのって、どうやったらいいのって。で、その中で今世の中で売れてる本っていうのは、なんかね、自分だけが勝ち抜く知恵とかね、なんか自分だけが生き残るなんか方法みたいな、なんか載ってますよ。まあもちろんそういうのも勉強してもいいかもしれない。でも自分だけが幸せになるってないんですよね。自分むっちゃ幸せで周り全員不幸ってないでしょ。周りみんなハッピーやから自分もハッピーなんですよ。だから誰かを幸せにすることは自分を幸せにすることにもつながるんですよ。世の中を良くすることは自分も良くすることにつながるんですよね。つながってるんですね。だから自分だけ勝ち抜くとか生き残るってことはありえないね。一隅を照らす、目の前の人を照らすっていうのは、実は自分の心を照らすことにもつながってくるっていうことです。で、そういうふうにして生きていくための知恵とかヒントとか、そして受験勉強で学ぶことっていうのは、そんな生きづらい世の中を生きやすくするための知恵ヒントとして絶対参考になるんで、頑張って勉強してください。無駄じゃないです。自分いろんな方の相談預かります。でも例えば数学で培われる論理的思考力役立ちますね。国語で学ぶことができるボキャブラリー役立ちますね。英語、外国人の考え方ってやっぱ英語ですよね。で、英語のこの考え方っていうので、ああ外国の方ってこんな風にものを考えんねんなってことの一旦掴むことはできます。科学、物理、歴史、倫理、経済、どれも全てこの世の中を渡り歩いていくために力強い杖となって後押ししてくれるので、こんなやって何の役立つんかなって思う時もあるかもしれませんけれども、頑張って勉強していってほしいなと思います。そして一隅を照らすです。僕らも北極老人とか南極老人から授かった光、知恵っていうものを伝えていこうってすぐ思ってるんでね、遠慮せずですよね。何か聞いてくれたらなと思います。はい、ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。頑張っていってください。ありがとうございました。ここでしかお話しできない特別な情報をお届けする無料 LINE アットユニワ、フリーメルマガユニはただいま登録受付中でございます。神社の秘密や幸せになるための秘訣、限定情報満載でございます。フォームが詳細欄の方にございますので、ぜひご登録ください。